ああ、毎日こんなに暑い日が続くとたまりませんな。こんな暑い時には喉越しのいいものを飲みたくなりますね。はあ、ちょっと飲みましょう。うわあ、かかる。めっちゃ噴射したけど、振られてたこれ。はい。ということで、皆さんも経験あるかもしれませんが、炭酸の飲み物を飲もうとしてるときに、落としてしまった。うわ、すぐに飲めないとかね、友達がやたらと隣でめっちゃ降ってね、嫌がらせをするとかね、そういうことあるかもしれませんが、こちら、まあ、アルミ缶、スチール缶、どちらでもいけるんかな、こちらの方の思いっきり振った、こちら炭酸飲料を一瞬にして、吹き出させない開け方がありますので、それを今回はご紹介したいと思います。こちらの炭酸飲料をまず振ります。思いっきり振って、こちらの缶の周り、指で下の方まで落としてあげる。こんな感じね。まあ、これぐらいでもういいでしょ、きっと。うわ、けどブシュッとやったらどうしよう。イエーな、頼む。おー、噴射しない、大成功。はい、というような感じなんですが、まあ、なぜこんな風になるかというと、まあ、振った時とかね、炭酸のこちら泡がカンカンの周りにびっちりついているんですが、それをこうね、指でぐーっとね、こう下にこう押してあげることによって、その泡が下にね、全部ね、戻っていくんですって。そうなることで、こうパカッて開けた時に、その炭酸がブワーってね、暴れることがなく、まあまあね、ちょっとマシな感じでね、開けることができますので、皆さんもね、もしね、炭酸飲料飲もうと思った時に、うわ、やらかしちまった、落としちゃったぜっていう時には、こちらの方法を使ってみるのはいかがでしょうか。あれけど、何回かね、撮影失敗してんね。結構ね、うまいこといかないんで、皆さん一発でできたよって人、ぜひご連絡ください。ああ、毎日こんなに暑い日が続くとたまりませんな。こんな暑い時には喉越しに